今週の端刈りは昭和レトロが色濃く残る仙台の横丁特集。知る人ぞ知る横丁の魅力をたっぷりとお伝えします。仙台銀座は仙台の戦後を支えた街なんですね。で今はもう本当に昭和の香りが残っているところって少なくなってますけれども、この仙台銀座はあの昭和のいい時代、それからとってもみんな頑張った時代を残している場所だと思ってます。あの街の中が空襲で焼き出された、あのご商売されている方がここでご商売したりだとか、それからなんかすごく有名なキャバレーがあって、あとサラリーマンの方たちが本当にこう喜びさんでここに遊びに来て、明日からまた頑張ろうっていうね、そういう場所だったって聞いてますね。最近は古いお店もあのずっと頑張って続けてらっしゃいますし、それから新しい方々が入ってきてくださって、新しいものと古いものが上手に今交わってる感じがしますね。せっかく昭和が残ってるところなので、その良さをたくさんの方にこう伝えられるように、魅力的なお店をたくさん増やしたいと思います。仙台朝市があるので、仙台朝市と連携してあの盛り上げをしたいと思いますね。端刈りでは皆さんのおすすめを募集しています。ご覧の SNS に冬ならではのグルメ、スポット、お気に入りなどを投稿してください。お待ちしてます。